ですけどもね、これね昔ね実はこれ2級だったんですよ。二小勃起2級ね、うん、これほぼほぼね、ほぼつか丸っきりなんですけど、二小勃起2級のね、ちょっと僕は昔使ってたレジュメなんですこれ実は、ね、でこれが3級に降りてきたんですよ、ね、3級に降りてきましたね、うん、でもうちょっと短いですけどね、3級の場合はね、こんなにいっぱいないですけどね、うん、まあちょっとね、しっかりと理解するために、まあ、そのままわざとね2級レベルのやつ残しといたんですけどね、うん、まあこれができれば完璧ですもん、ね、3級はむっちゃ多分簡単に見ますからね、うん、こんなにでっかい問題は出ませんからね、うん、8点ぐらいなんでね、8点10点ぐらいなんで、これ昔20点ですからね、ね、二小勃起2級のね第2問で、3回2回ぐらいかな出てきて、結構ねみんな得になるみたいなね、あこれ取りやすいねみたいな感じでね、これが出てきたらラッキーだねみたいな感じのタイプの問題だったんですけど、うん、昔はね、昔はね、うん、今はちょっとね二小勃起は難しくなっちゃったんで、かなり難しくなっちゃってるんで、全然こんなレベルじゃないんですけど、ね、うん、昔はこんなレベルですからね、これが2級の2問ですからね、第2問ね20点取れちゃうんですかこれで、これで20点ですよ、うんね、これが出てきたらラッキーみたいな、ね、感じでよく昔の二小勃起なんかは受かってたんですけどね、うん、だからね、なんちゅうの、昔の二小勃起は簡単でね、今の二小勃起は難しいんですよ、ね、これがもう出てこなくなっちゃったんでね、うん、その代わり連結会計とかいろんなやつが入ってきちゃったんでちょっと難しいっていう風になっちゃったんですけどね、うん、ただね、うん、日照2級ね目指す方はもちろん覚悟を持ってね、日照2級の方にはもう、今後は進んでいただきたいんですけどね、ただねちゃんとこうね、なんていうの、理解中心に勉強してるっていう人だったら別に2級行っても1級行っても何も怖くないですから、うん、大丈夫ですよ、うん、理解型ね、ちゃんと暗記じゃなくてね、理解型してる方でしたらもう全然 OK なんで、そういうこと、そういう方はね、もう全然別に3級、2級、3級あったらね、2級とか1級とか、どんどん進んでいただいて結構です。ただね、ちょっと暗記でなんとか乗り切りたいと思ってる方は、まあ僕はお勧めできませんね、2勝2級以上はね。うん。かなり多分苦労すると思うんでね。うん。1年、2年じゃ効かないぐらいね、下手したら5年、まあ、10年ぐらいちょっと落ちちゃうかもしれませんから、あんまりこうお勧めはできません。暗記でやろうとしてる方ね、はい、ちゃんと理解してね進もうって思ってる方はね、一発合格とかもちろん狙えますからね、それはそれでいいんですけど、はい、ということでね、こちらが、はい、9回目のね